リンガーの先のピアジェぶっちぎりナイト始まりました。イエーイ。なんだか今日は豪華な感じでお届けをいたします。ピアジェ女子プロレスリンガーナウンサーの先です。そして本日のゲスト、12月の17日に5度目の防衛に成功した中森花子選手、はい、そして勝利で収めたレオン選手に来ていただきました。はい、なんて、はい、なんて豪華な、なんか組み合わせなんでしょうか。なんかね、こう2人ゲストで来ていただくことなかなかないので、それもなんかベテランの2人に挟まれててめちゃくちゃ緊張しています。よろしくお願いします。お願いします。はい、始める前にですが、はい、こちらですね。はい、後ろに隠しておりました。はい、トリガーズリFMをご覧の皆様、当局コロナ禍での開局をしております。スタジオ内に窓がございます。放送中に緊急車両の、通行だったり台東区のアナウンスが入ったりと、ちょっと聞き苦しいところもあるかと思いますが、日本一尖った放送局を目指しているということなので、一緒に体感していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、早速始めていきたいと思います。はい、はい、ま、今ね、ちょっと聞いたんですが、12月の17日無事に東京後楽園ホール大会ビッグマッチをお二人終えまして、はい、はいはい、ちょっとそれについてちょっと聞こうかなと思うんですが、はい、まずレオン選手、6人タッグマッチで、はい、米山さんと誠さんと組んで、はい、ウォンテッドのお二人、ライデン鋼選手、谷桃選手と、そしてのカラーズの咲選手と、はいはい、6人タッグでしたが、どういう試合にの、なんだろう、感想というか、うん、どうでした？そうですね、なんか、はい、思ってたより向こうのチームが連携とか、はい、なんかさ、最初さ、鋼の取り合いみたいにさきちゃんとか、あー、なってましたね、ももちゃんがやってたから、はい、この人たち大丈夫なのかって言いながら思ってたんだけど、はい、意外と試合が始まると、なんか、あらと思って、ね、意外と合ってると思ったけど、それ以上に私と、はい、ヨネちゃんと誠選手のチームワークの方が上回ってたと思います。はい、はい、なんか誠選手は隣に立つの初だったんですけど、うんうん、そんな感じが全くせず、ガオーポールもね、うん、3人で決められたし、はい、綺麗に決まってました ね、はい、そう、楽しかったです。ヨネヤマコトとヨネレオそうとウォンテッドと、ワイルドサンダートゥエルブズなんかすごい面白い組み合わせなのと、ね、あとは6人タッグってなかなか後楽園ではあんまり見なかったような感じがしたので、ね、ちょっと、はい、面白いカードだなと思っておりました。はい、はい、そして無差別に無事に、はいはい、防衛成功しましたセラリサ選手と、はいはい、タイトルマッチでしたが、いかがでしたか？10年ぶりのシングルだったんですけど、10年ぶりなんだ、セラがどういうスタイルで来るか、うん、なんかずっと考えてて、なんか狂気使う時もあるけど使わない時もあるから、うん、まあ、でも使われた時でも対応できるように自分なりに対策とかいろいろあったけど、はい、あ、もう途中本当にダメかと思って、あんまり流血することが私ないので、はい、多分4年ぶりぐらい、ピアジェ自体もそんなね、うん、そういう試合ないし、ね、ヒールっぽい選手もあんま上がることがないから、うんうん、すごい心配されたんですけど、はい、そう、でもみんなの結構声援とかもすごい聞こえたり、セコンドとかもみんなついてくれて、はい、なんとか防衛することができました。応援ありがとうございました。ありがとうございます。傷は大丈夫ですか？大丈夫です、今はよかったです。でもイベントでお酒飲んじゃって、はい、あ、そうですね、打ち上げあって大丈夫だったら吹き出てこなかった？あ、そう言われたんですよ、和樹さんにその時に、うん、吹き出るよって、うん、そうですよね、うん、あ、でもか、堀沢さんにその傷を見てもらって、うん、飲む前に、うん、あ、なんだっけ、なんかちょっときつめのやつをつけてもらって、うん、だから多分大丈夫でした、よかったです打ち上げといえば、まあ、打ち上げに来ていただいた方しかちょっとわからない話になってしまうんですけど、あのレモンさんが、うん、中森さんが来たら、うん、あのグータッチをしようみたいなのあったじゃないですか。あれはどういうあの心境であれをこう言ったんですか？わかんない中森さんも私的になんかこういうのがよく分かってなくて、あのグータッチをしようみたいな流れに、ね、そう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 なったんですけれども、そう、低いな、これが正解、こう私的にはイエー的な感じかと思ってたの、はい、でこう言ったら、え、片手でこう殴りかかってた。あ、そうだそうだそうだ、片手でやったんだそうだ、で両手で下だよって言われたんだ、うん、そうだそう、びっくりしました。なんかイエー的な感じで中村さんどういう感じで、なんか、え、何みたいな感じだったんで、うん、ちょっと
さあその来る前にねそう言ってたんだね、どういう反応するかって。そうですね、その、うん、コロナでハイタッチとか握手ができない代わりにグータッチって流行ったよね、うん、みたいな話になって、うん、じゃあピアジェの選手にじゃあレモンさんがやってみたらいいんだよってボリシェさんに言われてて、うんうん、じゃあ誰がやりやすいんだろうって言った時に中森さんみたいになったんで、うん、じゃあ来た時にやってみようみたいな。そうそう、でお客さんもね注目してくださいねって言ってたの。はい、ちなみに私そこ動画撮ってるんですよ。そうだったの？知らなかった。でもあのどこにも載せてもいないし、あ、じゃあちょっと後ほど送ります。あのもう面白かったです、すごい、はい、撮ってたのね、あのシーンを。あの横にちえちゃんがいたんですけど、なんか動画撮っとこっかあれ、うん、面白いねって、すごい見たい、はい、じゃあちょっとぜひはなちゃんのあの、ね、反応とかも、はい、あまり見てなかったか顔も、はい、あ、そうですよね、自分やる側ってなかなか見えないんで。ね、いろいろありましたが、まあ、無事に14月の17日東京後楽園ホール大会を終えまして、はい、次は24日の、ね、亀アリーナが年内最終となりますが、はい、まあ、後ほど試合についてはいろいろ聞いていこうかなと思います、はい、17日の後楽園ホールの DVD も、販売をされると思うので、まだ見れてなかったり会場に来れなかった方、もう一度見たいという方はぜひ販売をお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。それではここからはふざけていきましょう。はい、今回も質問を結構たくさんいただいたんですが、ありがとうございます。質問も別にあの究極の二択というものも、うん、あの、はい、来まして、あと他になんかクイズとかもやってみてみたいな、はい、来たので、ちょっと質問をそんなに多くいかずに、うん、いろいろ全部やっていこうかなと思います。はい、早速聞きたいと思います。はい、レオンさん、中森さん、今年一番印象に残った試合や大会は何でしょうか、教えてくださいという。はい、やっぱいい、はい、じゃあレオンさんから、はい、私あの4月16日だよね、後楽園ホールであのレッドソウルで、はい、あの鋼先組からベルトを取った、うん、タックのベルトを取った試合が、はい、一番印象に残ってます。はい、もちろんね、来年はまたレッドソルでカイルイザック、はい、抱きたいと思ってるので、はい、はい、中森さんは何かありますか？あ、自分も同じ大会です。おー、すごい。で、うん、メインで佐藤綾子選手と無差別のベートをかけた戦いです。30分引き分けて、はい、あ、そうだったね、はい、それで防衛したんですけど、30分引き分けは今までで初めてで、シングルでは。すごい、もう本当にちょっと今はもう思い出すだけちょっともうきつかったんです、本当に。はい、そうですね、その試合ですかね。やっぱりそれがあって、まあ綾花でちょっと喧嘩じゃないですけど、はい、離れてた時期 でその試合が終わってからまた組みましょうっていう風になって、うん、でタッグのベルトタッグのチャンピオンになったりもしたので、やっぱりその試合はすごく印象に残ってます。あ、いいですね。やっぱ後楽園は一番印象に残りやすいのかなと思うんですが、うんうん、私あの印象に残ったというか、あのイーグルマスク選手が出た時とかはすごい印象に残るなとすごい思いました。あのやっぱりピアジェって男子の試合、うん、男子の選手があんまり参戦することってないじゃないですか、うん、そういう意味で印象に残ったかなと。なのでね、あかりとシングルがあったり、この間はレオンさんとシングルが、うん、はい、あったりとか、うん、そういうのは結構印象に残ったかなと、はい、思います。すごいですよね、いっぱいありすぎてちょっと選べないんですけど、うん、はい、じゃ続いていきたいと思います。今年も残りわずかですね、はい、皆さんは今年中やり残したことはありませんか？そして毎年年越し前に必ず行う恒例行事はありますか？また年始に掲げた目標は達成できたでしょうか？来年の目標とかあればぜひ詳しく教えてくださいという質問ですが、はい、はい、いろいろいっぱいありすぎて、はい、全部答えに行きたいと思いますが、まずやり残したことありますか？もうちょっと2週間ぐらいまだありますけれども、1週間か、はい、なんだろう、やり残したこと、なんでしょうね。なんだろう、ちょっと難しいですけど、うん、はい、うーん、あ、プライベートで言えば、はい、
あの掃除を全く今やばい状態なのあだから今年中には確かにきれいに掃除しないとって思ってる、はい、それはそうですね、そうですね、押さないように、うんうんうん、そうですよ、なんだろうなとやり残したこと、難しいどうしよう、難しい、難しいですね、まあ、一回ちょっとやり残したこと一度置いといたとして、はいはいはい、なんか掲げた目標とかはお二人は達成はできました？いや、できてないです、できてない、うん、何をちょっとプロレスはちょっと置いといて、はい、あの私毎年言ってるんですよ、今年こそ料理を頑張りますでもなんか前やってなかった、そばを茹でました、茹でるだけでもみんな珍しいね、びっくりしたもん、ね、森澤さんがそうちょっと、うん、美味しいよ花ちゃんって言ってくれたあそうだ、あと、うん、毎年自分腹筋を割るって言ってるんですよ、はい、割れてない、もう割ってセパレートのコスチュームにしてるの私絶対にできなかったです今年も、じゃあ来年こそ、来年こそそうします、料理頑張って腹筋割ります、はい、料理、そうですね、ちょっと難しいのはいっぱいあるけど簡単なところからできるのは思うので、はい、うん、はい、え、目玉焼きとかぐらいはあるでしょ、あ、卵焼き作ったことはあります、でも、はい、本当に 2,3 年前とか、だって割るだけじゃん卵割るのも自分はもう大変なんですよ、割る作業っていうのも、うん、はい、殻とか入っちゃうから、はい、殻とか割れないですちゃんと綺麗に、あと黄身割れちゃうとかありますよね、こう割った時に、うんうん、あ、うん、もうあとはもうレンジでやっぱ最近済ませられるのが多いんで、やっぱね、そういうのに頼ってしまうことはあるかもしれないです、うん、はい、なんかこの質問はいっぱい難しいんですけどなんでしょうね、私はですね、なんか目標、絶対ダイエットするとか言って全然できなくて、さきちゃんでもそんな別に、いや結構太ってない、結構大きくってですね、でも今年の1回8月ぐらいに結構自分の中で落ちた方で、うん、そう頑張ったんですけど、うん、やっぱり今最近美味しいものがやっぱ多いので、うん、また食べたら戻ってしまったので、また来年こそはそれを頑張りたいと思いますちょっと難しいですけど、いやいやいや、はい、っていう感じですが、来年の目標はありますか？私はやっぱりプロレスで言えば、はい、あの無差別とタッグの2冠に入り咲くことです、はい、あの一昨年は2冠だったんですけど、はい、また来年は必ず2冠に返り咲きたいと思います、はい、プライベートとかでは何かありますか？プライベート なんだろう、あ、お酒の失敗をしないこと聞きたいですね今日あ、でも今年はあんまりそんな大きなのなかった本当ですか？うん、だから来年もちゃんと大人な飲み方で失敗しないように、はい、に楽しく飲みたいと思います。はい、はい、中森さんは、はい、と無差別のベルトを5回巻いてて、はい、あと1回防衛したら、あ、最多防衛記録、はい、あと2回防衛すれば最多防衛記録になるので、うん、まず10回目指して防衛を、無差別のベルトと、あとディアナさんのタッグのベルトに挑戦だけは決まってるので、そこ挑戦して、チャンピオンになって、それからデイリーに行きたいと思います。そこからね、また返り咲けるように頑張りたいです。そう、もうお二人もベルトの圧がすごすぎてね、やっぱピアジェンの仲間ではあるけれど、はい、ベルトにやっぱなってくれたライバルになるので、そうですね、すごいこうどっちの意見を通したらいいかちょっとはい、ですが、中森さんはあのプライベートでは、はい、目標はだからさっきレオンさんと言ったのと同じです、うん、レオンさんみたいにお酒の失敗がないように。今年はひどかったんですね自分は。そうなんだ。本当ですか？はい、はい、本当にひどくて、怪我もしちゃったりして、それ知らなかったとかダメージジーンズあるじゃないですか、ね、うん、あれももっとダメージがひどくなったりして、コロンだから来年はちょっと頑張ります楽しく適度にですね、喧嘩をしない、緑と喧嘩してこない、酔っ払ってってこと？違います、そんなに酔ってないんですけど、うん、仲良すぎてもう言いたいこと言いすぎてしまうので、あ、なるほど、はい、ちょっと
大人になりたいです来年が。なるほど、そういういろいろ目標ありますが、はい、はい、まあとにかくベルトとお酒お互いに同じじゃん。そうですね、似ちゃいますね、うん、私も気をつけよう。お酒いや、お酒この間の、うんうん、いつでしたっけ、なんかの道場町の後の打ち上げ、はい、打ち上げ私結構やばかった、うん、でもそんなでも全然やばい感じ、やばくない、楽しい酔ってるかと思ったけど、そのやばくなかったよね。でも意外じゃないですか、私ちょっと楽しそうなと思ったけど、うん、和樹さんの梅酒が美味しすぎてですね、美味しかった、あれをロックでずっと飲み続けてしまって、うん、自分が何してたかあんまり覚えてないんですよ。あ、そうなんだ。え、もうしっかりしてたよね。しっかりしました。本当ですか、うん、変なことはしてない。よかったです、うん、なんかお釣りかなんか落としたんですよ私、控室で落としちゃって、うん、もうクレアちゃんが咲ちゃん、うん、落としたよって言われてるのに分かんないみたいな、何にも落とした記憶もないし、うん、っていうことがありましたね。全然可愛いもんだよね。本当ですか。この間のレオンさんのお話はちょっとびっくりしました、ね、打ち上げで、ね、話されてた。そう、いや、あれもまだ可愛い。可愛い方、みんな可愛い、可愛いことしかないんじゃないですか。いや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 、そんなことないですか。うん、ちょっとまたね、そうお酒の場でそういうお話もいろいろ聞けたらいいなと、うん、思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。質問はこのぐらいにさせていただきたいと思います。続いて究極の二択というものを持っていきました。これやったこと、多分中森さんあるかな。レオさんは多分ないですね。はい。本当に単純に究極の二択をどちらか選んでいただくという、うん、はい、ものなんですが、まあ、早速いくとですね、夜中に聞かなければならない、どっちがいいですか？ A、愚痴。B、説教という、うん、両方聞きたくないんですよね、はい、でもどっちがいいですかという、うん、はい、C って言えばってことだよね、はい、これを A か B で精度で言おうかなと、はい、はい、決まりましたが、はい、はいはい、せーの、 A、 あ、みんな、みんなそうだよね、説教はされたくないですよね。何の説教かちょっとわからないですけど聞きたくないですね。やっぱ愚痴だったらやっぱ自分も愚痴出るのかなと、そういうのを聞いて、あ、そうだよねっていう愚痴は出るかなっていうので、はい、一緒だ。一緒ですね、うん、はい、説教はちょっと嫌ですね。愚痴で出します？私愚痴ばっかりだよ。本当ですか。いや、なんかあんまりそういうイメージがなくてですね。え、レオンさんってあんまり言わないそうだ。いやいや、レオンさん言わないよ。え、言わないですか。いやいや、言うよ言うよ。言うイメージはあんまり。そう、ないですね。やっぱでもさ、お酒とか飲むと出てきやすい、ね。出てきやすくなりますね。そうです、そういう時は。はい。まあそうですね。これはもう3人とも愚痴になりました。じゃあもう次の、二択がですね、ちょっと両方嫌なんですけど、うん、知りたくないのはどっちですかということで、 A 自分の死に方か、B 自分の命日か、もうなんて嫌だね、なんか両方嫌ですよね。よくこの質問を皆さん、ね、送ってきてくれたなと思って。知りたくないのは、いや決まった。どうしよう、はい、私も決まりました。はい、はい、せーの、 B。 あ、みんなやっぱ一緒だよね。すごいですね、揃いました。だって分かっちゃったらさ、あと1週間、ね、そうですね、うん、 B はそうですね、うん、なんかまあどういう感じでこう亡くなるかは知っといてもまだいいのかなと、うん、なんかなんだろう、死に方はいろんなあれがありますけど。ちょっとね、そう、あと1週間とか本当に嫌ですもん、言われたら、言われたら嫌ですね。うん、はい、こんな感じです。これもちょっと2問しか持ってきてないんですが、うん、はい、本当はもっとたくさん来ておりました。時間に よってちょっとあんまりできないなと思ったので、はい、はい、こんな感じで3人ともちゃんと同じ意見になりました。はい、はい、皆さんもぜひこの面白いのでぜひ、なんか今ね忘年会とかの、はい、シーズンなので、うん、そういうところの場でやってみてください。おすすめです。はい、ありがとうございます。じゃ続いてクイズもねやってほしいという、あの
コメントというか DM といただいたので、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。クイズをお出しできますでしょうか。はい、クイズ、はい、あすごい、なんか謎謎みたいなやつを、はい、うん、あのスタッフさんにちょっとね、こういうの用意してと言って頼んだんですが、ちょっとだけ画像を大きくできますでしょうか。すごく全く、はい、読めない、はい、あのですね、難しそうな、はい、謎謎を結構、謎謎なのかな、クイズなのかな、はい、ありがとうございます。引っ掛け謎謎ということで、へー、はい、じゃあ行きましょう。海では泳いで空では飛ぶもの何、わかんない、わかんない、ちょっと待って、海では泳いでしょ、さ、え、でも簡単に言えば魚と鳥みたいなイメージありますけど、違うんですかね。あ、一つのものじゃなくて、一つのものでってことじゃなくて、え、どういう、ちょっと私わかんなくて、うん、海では泳いで空ではわかんない、私わかんないです、ね、私わかんないちょっと、え、引っ掛けも何もさ、ね、もう引っ掛けじゃなくてわかんない、普通のクイズだったとしてもわからないんですが、ねえ、へえ、スタッフさん、これってなんかヒント あったりします？ちょっとお待ちくださいということで、はい、これあの皆さんもちょっとぜひ考えてみてください。うん、うん、海では泳いで空では飛ぶ、うーん、そうですね、全く出てこない、全然出ないですよね、あ、ヒント、海の生き物であり、正月にするもの。正月にするもの。海の生き物。え？海の。あれ？あ、いいの。え？正月にするものといえば、なんか私のイメージだと羽子板とか、うん、あと何ですか？カルタとか。カルタとか。惜しい感じに来てます？あ、でも惜しい。ちょっと待って、全然わかんない。え、でも海でも泳ぐんでしょ。そう。ウオとかつく？あ、つかない。わかんない。え、正月にすることなの？全然出ないですよね。うん、本当にわかんない。2文字。すごい、めっちゃ。コマじゃない。え、どういうことだって。泳ぐんですもんね。でもこれ答え見たらあーってなるんですよね、絶対ね。2文字。え、飛び用とかじゃなくて、そういうわけじゃない、絶対違う。2文字って言って、2文字。確かに。じゃあ飛び用だったら、あ、そう、泳ぐし、飛ぶしみたいな。あ、そうですね、うん。間違いない。私は最初そうかなと思ったんですけど。お正月に。これ何するっけ。何かあります。麻雀とかですか。マジで2文字じゃないって。コマ違うか。掛け事、これ正月、正月、もうちょっとで皆さん正月ですよ。さあ、何が思い浮かぶ。そうですも、何、寝てるもん、ね、そうね、て寝てるから、なんかあのですね、ツイッターで、うん、コメントで、あの DM でですね、あの答えを、くださってる方がいらっしゃいます、今、ありがとうございます。治ったんだね。え、いいですか、言って、うん、タコ、ああ本当だ、らしいです。今私そっかそっか送ってきてくれたのを見たので、 ありがとうございます。確かに、はい、タコ、あ、そうですね、ああ、それすごい、私全然分かんなかったです。分かんなかった。そうですね、空飛ぶわ、タコ揚げってことね。そうですね、タコ揚げ、正月です。 あこれ面白いですね、全然分かんなかったです。全然答えくださった方ありがとうございます。これ多分一生悩んでるところですね。じゃあ続いていきたいと思います。じゃんちゃかちゃん、これで、はい、海外旅行に行き、あるホテルに泊まりました。そのホテルは1階から3階までがショッピングモールで、6階以上は満室とのこと。このホテルに、ホテルのある場所はどこでしょう。どういうことですか。ちょっ
ょっと難しいですね。お互いに、1階から3階までがショッピングモール、6階以上は満室。全然わかんない。私も全然わからないんですが、難しい。結構難易度が高いものが、はい。あ、ヒントは嬉しいです。都市名。アメリカの都市。アメリカの都市ですか。アメリカの都市詳しいですか、お二人。詳しくない。ワシントン。違います。違う。ロサンゼルス。もうブブーレベル。ニューヨーク。もう都市の名前で言う。都市って何がありましたっけ、あと。やばいな。都市？答え書いてあるもん。なんかすごい DM で答え絶対送ってきてくれてる方がいらっしゃるんですが、すごい。ちょっと見るのやめましょう一旦。難しいかも。あ、あれ難しいかも。じゃあこの送ってきてくださった方の答え見てみましょうか。さあこの方はシカゴ。なんでわかるの？すごい。ずっとシカゴ。あ、あ、四か五ってことね。シカゴってことだ。ああ、すごいね。すごいですね。え、すごい。全然私分からなくて。すごい。さすがです。あ、そういう意味、あ、全然。はい。すごい。ちょっと私たちダメダメです。ちょっと簡単なものありそうです。その中で簡単そうなの。答えられそうなのがあれば、はい、これですか。工場に火をつけたらどうなる。普通に考えたら火事ですが、爆発する、はい、でも謎々なんですもんね。あ、なんか漢字につけるとか、るとか、ね、そんな感じだよね。いや、工場に火をつけたらどうなる。あ、はい。はてなプラス工場。加工場。あ、違うな。そうなんだ。でもそうなりますよね。ねえねえ、すごい答え早い方、すごいんだけど、すごいんだけど、私たち全然分かっておりません。多分ひらめきがすごいんですね、この方は。一体。この場に火をつけたら。やばい、全然出てこない。火でしょ。なんか燃える。なんとか工場ってことだっけ。ほう、なんとか工場。ほう、何工場がありますかね。パン工場。ある意味も正解な感じですよね。飛行場。違う。あ、すごい。めっちゃ何何飛行場。飛行場。飛行場。ああ、なるほど。まあ、当てずっぱりだったらだった。火事ではないんですね。すごい。そのまんまだ。え、その方合ってたの、ちなみに。ちなみに。合ってます。おお、すごい。全問正解。すごいですね。じゃあちょっと結構盛り上がって、あの見てるかさってる方も楽しめているので、ラスト1問だけいきたいと思うんですが、はい、大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。こう2人、はい、早速。ウサギとカメが競争しました。ウサギは途中で寝なかったにもかかわらず負けてしまいました。なぜでしょう。あ、結構すごいね。はい、なんで。えっ、ー、と
どう？うーん、道を間違えた。ああ、違う。うさぎは全然寝なかったにもかかわらず負けてしまった。あ、ザ引っ掛け、引っ掛け引っ掛けきた。マジか。うーん、途中で寝なかったのに。あらま。ちょっと難しいですよ。見てくださってる方は分かるのでしょうか、一体。なぜに負けるんだ。一番簡単そうに感じるんですけど、一番難しいかもしれないです。うさぎは途中で寝なかったにもかかわらず、その画像がヒントになってるとはとかではないですか。あ、なぜって書いてある。あ、パクって。はあ、絶対。カメは泣いているのか笑っているのか分からない。もう笑いをこらえて笑っているのか、もう嬉しくて泣いているのか分からない画像ですが、分かんないです。ちょっと難しいですね。分からないですね、これ。ウサギ焦ってますね。ちょっといろいろありそうですが、負けてしまう。さあ、絵は関係ないのか。なるほど。これちょっと無理ですね。悔しいけど分からない。分からない。分からない。じゃあギブアップにしましょう。スタッフさん、答えをお願いしていいでしょうか。はい。あ、走る前からずっと寝ていた。ひどい。なるほど。全然、あ、そういうことなのか。競争が始まる前から寝てしまったということですね。それは負けられますね。なるほど。さあ、こんなひどいきっかけがあるんだなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうでした、やって。急にちょっとね、全然やっぱひらめかない。そういう思いつかないか、うん、頭が結構柔らかい方ってすぐね、ひらめくんだなと思いました。私も全然わからなかったです。ちょっといろいろね、また今度またやそうリベンジしたい、リベンジを、はい、したいと思います。はい、ありがとうございます。あと15分ぐらいで、10分ぐらい、20分ぐらい、はい、で、はい、放送が終わってしまうので、はいはい、大会の告知に行きたいと思います。はい、まず12月24日ですね、城北ヤクルトプレゼンツ第94回特別カメアリーナ、94回特別カメアリーナマッチ1時からでございます。対戦カードが第1試合、もしもリングにクリスマスツリーがあったらシングルマッチ15分一本勝負、カズキ VS ライディン鋼。第2試合シングルマッチ15分一本勝負、クレア VS 大空知恵。はい、そして第3試合、クリスマスコスプレタッグマッチ、中森花子あかり VS レオン谷桃というカード、はい、あ、97回だね。97ですね、ごめんなさい、文章の方が多分間違えてますね。はい、90、失礼いたしました、97回のカメアリーナマッチでございます。はい、全3試合決まっておりますが、お二人メインイベントでクリスマスコスプレタクマチって開催ということで、はい、はいはい、どうなんでしょうね。もうこの試合が年内ピアチェのラストの大会で、はい、私個人的にも最後の試合なので、はい、ここは熱い試合をした上で勝って、やっぱりね、年内最終試合を締めたいと思い、笑顔で締めたいと思います。で、あとあれです、コスプレにも、そう、はい、どんなコスプレかご注目ください。はい、はい、自分もこの試合が今年最後の試合になるので、はい、コスプレでも負けたくないので、私はちょっと、はい、ち
っとあかりとも相談して、はい、コスプレ合わせてみたりと合わせるのかちょっとどうしよう、まあ悩んでます。はい、こんな感じで先開けたら、そうですね、はい、できっちり行かせたいと思います。はい、こう結構ピアジェってこうコスプレマッチだったり、うん、結構特別ルールがねあるので、うん、クリスマスらしい、ね、やっぱカードになったなと思います。ちょっとこう可愛い系な方もいればちょっとかっこいい系なね、やっぱレモンさんとか、うん、コスプレもどうなるんだろうみたいな、ね、スカート履くイメージは全然ないので、ね、そパンツ系なサンタさんなのか、うん、それともトナカイなのかとかね、うん、トナカイありますからね、うん、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そして第一試合にあのもしもリングにクリスマスツリーがあったらという、うん、はい、はい、このルールはお二人結構やってらっしゃいましたっけ？私はやってる何回か、はい、そうですね、うん、これ結構過酷だと思うんですが、そうモンテッドのお二人で、しかもさあの体重が重い、うん、ヘビー級な2人じゃない、はいはい、だからねちょっとしたことで振動でそうですよね、あー、そうです、そうそうそう揺れて倒れたらもう終わりなので、うん、はい、そうですね、楽しみ、はい、このルールは通常ルールに加え、リング中央に設置されたピアジェの御神木のクリスマスツリーを倒したら負けとなるという、はい、特別ルールでございます。はい、本当体の大きなお二人なので、ね、うん、受け身取るごとにね危ない、揺れるそうな感じが揺れるしなんか結構ギリギリな戦いになりそうですね、うん、こうその倒れそう倒れないみたいなのがちょっと繰り広げられそうな感じであります。そして第2試合ではシングルマッチが、特別ルールもなしなシングルマッチですね、うん、クレア対大空知恵というカードも決定をしております。若手のお二人なのでちょっといろいろね楽しみな部分ではあります。はい、こちらの大会のチケットが、あ、最前列席と2階席が完売で、はい、完売、指定席はまだあります。はいはい、ぜひご予約お待ちしてます。お願いします。 あとね、はい、スポンサー PRJ になってくださってる城北ヤクルト様から、はい、あのヤクルトのセットがあのご来場の方に全員にプレゼント。わー、はい、嬉しい。あれ前回も1回あったけどすごい豪華な、あ、すごいね、いろんなセットで美味しかった、はい、いただいたけど4本ぐらいね、結構いろんな種類が、あれ嬉しいと思う、うん、ヤクルトってあの風対策というかそういうのになんか特化してそうな感じがするんですが、それを飲んで皆さん元気いっぱいに年末を過ごせていただけたらと思います。はい、はいはい、そして、大会終わりには和樹選手のバースデー、うん、はい、打ち上げイベントあります。はい、はい、ぜひ皆さんで飲んで食べていただけたらなと思うのですが、その時もみんなもしかしたらサンタとか何かしらのコスプレをしているかもしれません、うん、ねえ、わかんないですけど、はい、ぜひ参加お待ちしております。お待ちしてます。はい、そして翌日ですね、12月25日、うん、月曜日は私たちミュージックジャムに参加いたします。はい、赤坂、はい、カンティーナでですね、はい、音楽イベントでございます。年内最後ですね。しかもクリスマスなのね。そうなんですよ、ちょうどクリスマスなんですよね、うん、ね、何歌おう、クリスマスって言えばいいのかな、まだ決まってなかった。決まってない、うん、そう、はい、あとね、あ、そうだ、和樹さんのリアルバースデーで当日いらっしゃるみたいなので、あ、やったー、ね、ぜひその来ていただけたらね、はい、嬉しいです。嬉しいです。ちょっと何を歌うか全然、私も全然決まってないんですけど、うん、ね、どうしようみたいな。なんならもう今日でもカラオケに行ってて、うん、ずっと練習してました、ね、何歌うかも全然決まってないからこそ歌ってちょっと決めようみたいな、でも結局決まんなかったです。なので当日見に来て楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。あと10分ぐらいで放送が終わってしまうのですが、お二人から何か告知だったり、はい、なんだろう、大会のことだったり何かございますか。いろいろグッズ的なものでも何でも、うん、あるのですが、がありますか。グッズ、あ、あれだよね、あさって土曜日は、はい、あの、はい、2人とも YMG さんに、はい、アミスタ大会に参戦します。あの米山さんが引退撤回から丸12年
記念大会です。あ、そうですね。早いね。早いね。12年。うん、でもね、そのね、その大会に参戦できるのも嬉しいよね。嬉しいです、はい。うん、そうですね。でね、ちなみにカードはどのようなカードになっておりますか？私、あの、ガンバレプロレスのバニー選手と初シングルです。はい、うん、初対戦で初シングルで。おすごい、いいですね。ユンさんは？私はあの佐藤光選手と組んで、関口かける選手とあの中野選手、中野高人選手、高人選手、はい、バサラの方です、ね。あ、そうそう、なんか同期で同い年タッグ、お互いが、おお、なるほど。佐藤選手と同期で同い年で、向こうもそうみたいです。おお、そういうタイトルがついてました。おお、すごいですね。はい、最近男子の方と戦うこともね、結構多いイメージがあったりしますが、はい、ちょっといろいろ楽しみな感じのカードがありますので、ぜひ。AMG さんにも、はい、来ていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いいたします。あとは何か告知があったような気がするんですけど、ちょっと忘れました。私一個言っていい？いいです、はい。そしたら、はい、毎週水曜日 PRJ スポーツ教室、はい、亀アリアにて行ってるんですけども、来週の水曜日27日が今年年内ラストのスポーツ教室になるので、はい、女性限定ですけども、興味のプロレスに興味のある方やダイエットやね、ストレス解消したい方などぜひご参加いただけたら嬉しいです。初回は無料となっております。お願いいたします。あとはなんだっけ、違う、思い出せなくなっちゃった。なんだっけ、なんだっけ、すいませんね、こんなグダグダで申し訳ない。さっきとあれじゃん、はい、新しい T シャツ、うん、めっちゃ可愛いやつ。あ、はい、そうです、はい。私ピアジェではですね、グッズを販売しておりまして、T シャツをこの間の後楽園ホールから販売をさせていただいております。なんか猫3匹ちょんちょんちょんみたいな、かわいいやね。はい、はい、ありがとうございます。あれをちょっと販売をさせていただいてて、1枚3850円で販売をしておりまして、それの一部ですね、売り上げは、自分が活動を行っている、保護猫の募金に充てさせていただいております。それと同じステッカーも販売をしておりますので、うん、あの興味ある方は売店に覗きに来てください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。これあの自分のいとこがですねデザインしてくれてて、あの私をイメージしたなんか猫と、うん、なんか擬人化じゃないですけど、うん、なんかそういう感じに描いてくれて、いいよ、かわいいよね。ありがとうございます。こういう、あ、かわいいすごい、ありがとうすごい、写真がすごく綺麗な、すごいね、はい、いい写真、ありがとうございますはい、YMG の、はい、YMG で大人気松田さんですねはい、もうここら辺はもう皆さん可愛いピースの写真が、もう試合の時とは全然違うイメージの写真が写ると思います。可愛いですね。イメージないですよ。ダブルピースが流行ってるんですかね。流行っていますね。うん、はい、はい。あ、お客様のですね。ありがとう。まさかの。そうだったんですね。綺麗どころじゃないですかこれ。そう、綺麗どころの写真じゃないですか。私も今どっからあの、ねね、なんか見つけてくださったなと思って。すごいですね。うん、はい、あとあれだよね、はい、いつもだけどあのピアジェイのメンバーシップ、あー YouTube、 そうです YouTube、はい、そうです、今日言ってなかったです。あ、いえいえありがとうございます。 月額1190円だよね。はい、はい、で、はい、DVD よりも早く試合が、見られます。ぜひご登録ご加入お願いします。この YouTube のですね、うん、チャンネル登録の横にあるメンバーになるというのを押していただくと、はい、決済方法が出てきます。はい、そちらで、決済方法を入力していただいて、自分の、はい、個人情報だったりこうバーって入力していただいて登録すると見れます。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。で、中森さんは YouTube ねやって、あ、なんかいらっしゃるので、うん、そう、最近毎日過去の試合を上げてるんですけども、はい、デモンさんとの10年以上前の試合とか、ね、はい、私結構登場し
ね、はい、登場っていうか、はい、多いですね、はい、結構戦ってる率がやっぱ多いということですよね、それだけ。そうね、はい、これですね。お、はい、ぜひね、チャンネル登録してない方はしていただいて、あ、してくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。なんなら今もね、アズーリ生配信ということでやって、だけ、はい、やっているので、はい、これ終わったらアーカイブは残りますか？あ、残ります。はい。じゃあぜひこれ見返したい方はぜひ中森さんのところから覗きに行っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ、ダブル井上さんですね。はい、いろいろありますが、はい、皆さん YouTube やってたり、TikTok やってたり、TwitterX ですね、Instagram とかいろいろ SNS も力を入れておりますので、気になる方はぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。次回放送がですね、来年1月の4日になると思います。はい、4日の木曜日ですね。はい、結構年始ですが、多分生放送できると思います。はい、ちょっと予定も、選手のね、予定もいろいろありますので、年始だとね、やっぱり皆さん帰ってたりとかあると思うので、はい、ちょっといろいろ相談しつつ、はい、放送、生放送できたらいいなと思っております。また詳細は SNS に載せますので、お待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。残り少ないんですが、お時間が近づいてまいりました。今年、はい、あっという間、はい、1年もう最後の放送でしたが、そうですね、はい、いかがでしたか。最後のゲストとしてお二人に来ていただきましたが、ね、楽しかったです。良かったです。あの3人ってレアだし、うん、はい、ね、はい、いつもと違った感じで、はい、はい、そうですね、うん、なんかもうあっという間ですね、1年。本当にもうあっという間すぎて、うん、何の放送をしたか自分でなんか思い出せないんですよ。いっぱいありすぎちゃって、あ、いろいろ、多分でも中森さんとレオンさんが一番鳥越にゲストとして多く来て、クレアもじゃない、あ、結構多かったかもしれないです。クレア、私、うん、そうかもしれないです、はい、結構です、ね、多いなという、うん、はい、また来年も、はいはい、たくさん、はい、来ていただけたらなと、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、あとは何か、何か告知、何かあったような気が、あれは、はい、あのピアジェのトレーナーと新しくできた、はい、あのコラケンから発売の、そうでした、ね、グレーとブラウンっぽいあれですね、はいはい、トレーナー販売を5500円です。あとカレンダーだったり、あのパンフレットも、パンフレットも、ね、はい、あのなんだっけ、ベース、はい、ピアジェ通販ショップ で、はい、ここで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。あとは4月に、来年の4月ですね、うんうん、浅草橋で、うんうん、はい、大会を、はい、行うのが決定いたしました、うん、はい、このねスタジオから歩いて本当5分とかぐらいで、うん、駅からもう真横なので、ぜひ一度来ていただけたらなと思います、うん、浅草橋降りる方ってあんまり少ないかもしれないですけど、うん、結構いろんなお店があったりして楽しいので、うん、日曜日の大会ですが、ぜひ4月の28日、はい、日曜日です、はい、浅草橋の会場にも足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。もう残りが本当にラストになりました。今年1年本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました、はい、たくさん放送ができて私も幸せです。ね、来年のまた10月にもですね、トリガーズリ FM の開局大会も決まっておりますので、まあ、そちらにもピアジェも、協力できたらなと思っております。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、はい、良いお年を、ちょっと早いですが、良いお年をお過ごしください。はい、本日もぶちぎりナイトをご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また来年もぶちぎりナイトで盛り上がりましょう。またね、ありがとうございました。ありがとうございました。